天魔王降臨する。夢を見ていた。桶狭間での武威は信長の名を世に知らしめた。波動をなすなどとくだらぬことは言わぬ。だがこの戦国乱世は武の力により開かれた。力が開きし戦国乱世はより強大な力によりねじ伏せられるべき。故に信長は天下に武を敷くと宣ずる。それが世の望み、そしてこの信長の望みだ。秀吉、は家康、は光秀、は勝家、は忠勝、は、ここにわしは信長たるゆえんをなさんがため、武田を打ち滅ぼし、この長篠に再び武を敷く。全軍開幕だ。板振り、名振り、そして武田のすべてを目から絶やせ。尾張の小大名であった織田信長は、その知略と圧倒的な武威により桶狭間で今川義元を破り、その名を世に知らしめた。信長はその後勝利を重ね、美濃、近江、越前を下し、中部近畿地方を掌握。さらに戦国最強と謳われた武田騎馬軍団を打ち破り、戦国の覇者たるを知らしめんと投進。長篠の地で武田軍と対峙するのだった。戦い、もがき、滅ぶとよい。第一話、長篠の戦い。それが鵜の望みなら。弱は終わりを告げる。その様、しかと目に焼き付けておけ。撃て。あれ、進め。銃撃の突きやつけ。来た、滅亡。
真田幸村、戦場にまかり通る。参る。ここなど立場軍団の敵ではない。敵将信長が召した。私をもっと喜ばせる。お前、ヒルラ、第二陣進め。おのれ、武田騎馬隊は戦国最強、なぜ突破できる。で、あれ、鉄砲隊、連続戦車、武田を滅しよう。いざ、戦うわ。Mm-hmm.
もうよかろう。攻撃やめい。全軍武田本陣を攻めよ。おまれ妖艶撤退するぞ。逃げるか。無益無駄。そして無名。進め武田を無に帰すのだ。名のある武士とお見受けいたす。兵軍に感謝いたす。敵将信長が召した。見事に私をもっと喜ばせた。背を向けるなど本意ではないわ。変わることができずは死あるの。信長様は今日時代を変えた。やはりこのお方こそ私だ。
ち報いてみて。負けるなどありえねえ。敵将信長が召した。多くの武士が言った。もはや戦に我が血は触るまい。消え失せよ。